皆さん、シリアル戦争お疲れ様でした。本来であれば9月17日までの締め切りだったと思うんですけど、今日9月25日、昨日ね25日になんと延長されて、ちょっと延長も前代未聞だなと思ったんですけどね、ちょっと今回はもう売り上げが1週目で約24万枚とか情報を見たんですけど、もう改めてもう人気すぎてそりゃ当たらないわっていうね、なかなか厳しい戦いになりましたけど、私は去年サーカスの発売前ぐらいの代々木のライブに初めて行って、そこでハマったので、サーカスの時に初めてシリアルスキズは応募したんですが、その時4トンだったと思うんですけど、当たったら奇跡だないいなぐらいで軽く応募したんですが、メガトに完敗して、そんなに応募もできてなかったんですけど、やっぱ難しいかと思って、で即当落が出る方法について初めてで、実は INI 前に好きだったので、その時もシリアルの応募あったんですけど、それは2回期間があって、その期間中に何枚でも応募できて、結果が決まって日に来るっていう当落方法で、またちょっと違った方法だったんですけど、それもそれで一気にこう応募して全滅した時の怖さが、ちょっとまた別のね恐怖があるかなと思うんですけど、その時に4トン当てることができて、4トンの楽しさを知ってしまったので、サーカスの時も当てたかったんですけど当たらなくって、前のザ・サウンドの時についにオフラインイベントになって、でもその時も当てるのは厳しいだろうと思って、当たらないだろうなって応募をしてたんですけど、なんと家にのお見送り会がまず当たって、ある日神社に行きまして、それでもう神頼みしかないって思って行ってみたんですね。その後にマニアックツアーのアンコールの京セラドームのリセールが当たって、でそのさらに次の日にアイエンのサイン会も当たったんですね。もうなんだこれはと思って、もう運がついに巡ってきたかと思って、でもびっくりして、もうそんなこと本当になかったので、たまわりも全然当たらなかったですし、なのでそういった奇跡起こる中で、さらにお見送り会、アイエンとチャンビン、アイエンは計2回、チャンビンは1回当たって、全部で4個分前回当てることができたんですね。もう奇跡だと思うんですけど、なのでちょっと今回も頑張るしかないなと思って、自分なりに頑張ったんですが、前回の開封動画でも撮ってたように、フラゲ日はそこまで買っていなくて、名古屋で結構予約してたんですよね。あと京セラ行った時に予約した分で応募しようかなと思ってたので、そしたらフラゲ日の時に結構当選出てましたよね。もう早速出遅れて、次の日結局買い足すことになって、ちょこちょこ買い足して、それも全然当たらなくて、でもうすぐ京セラだっていう時に、もうここでちょっと応募しとかなきゃ、もう枠なくなるんじゃないかっていう焦りが来て、で京セラ公演行く前にアイエンの本当はサイン会一番狙ってたんですが、でも全滅したらもう何も会えないし行けないと思って、アイエンのお見送り会にまず、サイン会結構応募してダメで、次ちょっと切り替えてお見送り会応募してみるかと思って、結構みんな当ててる中応募したら、やっと当たって無事にお見送り会に行けます。よかったです。みんな当たってるのに自分は応募しても全然当たらないから、なんか弾かれてんのかなと思って、なかなかちょっとめげずに頑張ったかなっていう感じだったんですけど、でそこからサイン会、その京セラ公演の分と、あとは名古屋の分がちょっと届くの遅くて、でそれも応募するのタイミングちょっと遅くなっちゃったのであれだったんですけど、京セラ公演の日も結構当選多かったと思うんですが、もう当たんなくって、なんでと思ったんですけど、サイン会も当たらなくって、京セラ公演終わって、まだ月曜日とかは結構当選ね出てたと思うんですけど、その日にやっと名古屋分受け取れて、でもう早くやんないとと思って、私チャンビンも好きなんですけど、チャンビンのお見送りもちょこちょこ応募してもらったので、夜に
チャンビンの、まあ、当選報告ちょっとツイッターで見て、まあ、応募してみようかなと思って応募したら当たりました。チャンビンのお見送り会も無事いけます。もう大好きな2人に会えるっていうことでめっちゃ嬉しいし楽しみです。安心感と嬉しさと、まあ、ほとんどアイエンのサイン会に投げてたんですけど、もうボロボロでもシリアルトケトケ でその後もアイエンのサイン会頑張ってたんですが、まあ、まあ当たらず、まあ、延長されたところでどうなんだろうと思って CD 追加して頑張るか悩んだんですけど、もう残ってる分で勝負してサイン会は気はよく諦めました。ダメでした。まあ、前回当たったのが奇跡ということで、こちらにも飾っているんですが、奇跡のサインですね。これ家宝です。たとえ自信があってもこれだけは持っていきます。ということで今回のソーシャルパスシリアルのイベントはアイエンとチャンミン、お見送り以外それぞれ1回ずつ当てることができました。なんと会場は違うんですけど、2会場とも行く予定なので。日にちね早く教えてほしいなって感じなんですけど、仕事休めるかなっていう不安で、なので今回の結果は以上です。当たった皆さんも、まあ、当たらなくても、ね、この CD の数、私たちにとって応援の票数というのは愛の数ということで、皆さんの愛です。貴重な経験、毎回ってね結構もうシリアル期間だったらシリアのことで頭いっぱいですごいもうしんどいんですけど、まあね、まあ、これからのイベント、まあ、東京ドームがもう来月なので、それを楽しみに頑張っていきましょう。では今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また東京ドームの Vlog も出す予定なので、よかったらチャンネル登録お願いいたします。